GFP 遺伝子を導入された大腸菌遺伝子組み換え生物とは遺伝子工学の技術を用いて遺伝子を操作された生物を指す。一般には組み換え DNA 技術を用い DNA 分子に別の種類の遺伝子を組み込み新しい組み合わせの DNA 分子を作成する。この DNA 分子を目的の生物に遺伝子導入させ。 本来その生物が持っていない別の種の遺伝子を導入させたまたはその生物の持っている遺伝子を改変させた生物を遺伝子組み換え生物と呼ぶ。カルタヘナギ定書において定義されたるもの、日本語訳として用いられている。遺伝子組み換えはゲノム内への遺伝子の導入、または化質を含む違う種の遺伝子が導入された場合、 遺伝子の水平電波が行われたことになる。自然界では、外来遺伝子が細胞内に取り込まれ起こることがあり、病原菌の薬剤体制に関わる場合もある。人工的に遺伝子組み換えを行う場合には、生物学的、科学的、物理的な方法があり、詳しくは遺伝子導入、形質導入、形質転換やトランスフェクションのページを参照のこと、遺伝子組み換え法として、 バクテリアでは電気先行法やコンピテントセルにヒートショックをかける方法が広く行われており、動物ではリポフェクション法や電気先行法が広く行われており、植物ではパーティクル管法、アグロバクテリウムを利用した形質導入法や電気先行法が広く行われている。これまで数々の研究がなされてきたが、まだすべては解明されていない。遺伝子組み換え生物は 生物や医学の研究、医薬品の製造、遺伝子治療の臨床研究や作物の品種改良等に利用されている。また細胞や生物に外来遺伝子を一家的に遺伝子導入して発現した遺伝子のタンパク質極材や機能を調べるような一家的な遺伝子導入も講義には遺伝子、組み換え生物となる。最初に研究で作られた遺伝子組み換え生物であり、 遺伝子工学の基礎になっている。遺伝子組み換え、微生物はインスリンなどの人のペプチド、またはタンパク質の生産などに応用されている。様々な動物で遺伝子組み換えが研究で行われている。ノックアウトマウスは遺伝子の様々な機能を調べるため、研究で精力的に作成されている。羊、豚やラット等の遺伝子組み換え動物が人の タンパク質の生産に応用されている。また、哺乳類などの大型動物に比較し、生活感が短い、飼育が簡単等の有利な面があり、遺伝子組み換えを行った症状場えが、遺伝子改変や肺発生などの研究に利用されている。昆虫においては、農研機構が主となって、解雇の遺伝子組み換え研究が行われている。2020年現在カルタヘナ法に基づく、 第一種仕様が認められており、養蚕農家による産例以降の飼育、出荷が行われている。詳しくは遺伝子組み換え解雇の記事を参照。遺伝子組み換え作物は農業に応用されている。詳しくは遺伝子組み換え作物のページを参照。ありがとうございます。